2019-2020 V1 リーグ男子徳島大会の第2試合の模様をお伝えしてまいります。昨シーズンはファイナル6も含め2勝2敗、今シーズンもファーストレグではフルセットのゲームを演じた両チームの対戦、 JT サンダース広島対栄ブレイザーズの一戦をお届けしてまいります。陳のサーブです。ナイサブサービスエース、あっとサービスエース、一時期上げることができませんでした。11対4になりました。エドガーのサーブが続きます。これもいいサーブ、サービスエース。第1セットの立ち上がりはサーブで攻めています。 JT サンダーズ広島です。ブロック、ナイスブロックです。新決定のサーブ、これもサービスエース。23対15、このデラを使う、これもいいボールが返っています。ブロックにしっかりと当ててつなぎきることはできませんでした。最後エドガーでしっかりと第1セット25点目を取っています。しっかりセッターにボールは返っています。そしてミドルを使いました。できたです。サーブは知事です。新検定にボールが上がります。この人のスパイクは本当に力感がないですよね。そうですね、なんとかサービスエースは逃れました。酒井です。チャンスボール JT、 ブロックにしっかり当てました。エドガー3連続ポイントで逆転をされました。栄ブレイザーズです。エドがよくつないでいます。陳健太にブロック2枚、ここもうまくブロックに当てていきました。知事キック、あーサービスエース、大事なところでいいサービスエースが出ました。うわ高い、エドガーで点を取って23点目、今度を狙いました。トーレスブロック吸い込みです。あ、いいサーブになりました。ネット際なんとかつなぐ、ただチャンスボールは JT。 ここで小野寺を使う、これもつないだ。トーレスブロック3枚、ブロック、最後は真ん中深津が止めて25点目。第1セット同様 JT サンダーズ広島が取りまして2セットアップになりました。深津のサーブ、いや、いいところに決まってきました。また間、サービスエース、これで8対6、入っています。ミドルを使ってくるか、うわーすごい、エドガーインナースパイク、はい、強烈、これは角度はすごいですね。えぐい角度でした本当に。ナットイン、関田はミドルを使う、サッと小野寺が止めました。これは読んでいた。さあブロックワンタッチ、これもつないだ。いや、最後は長身のエドガーが相手のボールをダイレクトで決めています。ここでミドルを使う、足で上げる、返せるか、よく返しました今のみ。さあ誰を使ってくるか、ミドルを使う、最後は安永拓也、ミドルブロッカーを使って25点目が入りました。今シーズン2度目の対戦はJT サンダーズ広島が栄ブレイザーズをストレートで下しています。今日の勝利で7連勝です。現在のチームの好調の要因、どういったところにあるとお考えでしょう。
いや本当にチーム一丸となって、練習もできてますし試合も、サブのメンバーも、常にアップして声出してくれているので、まあ、そういった意味で選手層が、熱くなっているんじゃないかなと思います。